ではね、呼吸症のね、復習してみますね。呼吸症、イメージは呼吸を吸気で割る、ね、呼吸を吸気で割る、吐いた CO2 を吸った O2 で割る、 A 割る B は B 分の A、ね、これが呼吸症のイメージですね。吸った O2 分の吐いた CO2、ね、呼吸症、ね、アミノ酸つまりタンパク質と脂肪と炭水化物の呼吸症は覚えてしまいます。まあ炭水化物の呼吸症が 1.0 っていうのはね、あのグルコースっていう炭水化物を使った時にね、 6O2 が吸われて 6CO2 が出てって6分の6でね、グルコースっていう炭水化物を使った場合に呼吸症は 1.01 だから、別にこのね炭水化物の呼吸症 1.0 はね、別にあの覚える必要はないんだけど、覚えるまでもないんだけど、でもね、こんな語呂合わせ紹介しておきます。呼吸症の勉強は明日やらない、呼吸症の勉強は明日やらないね。あ、アミノ酸、し、脂肪、た、炭水化物、やら、ね、やらないのやで 0.8 ね、やらないのなで 0.7、 やらないのいとおーっていう掛け声で 1.0、あ、明日やらない、呼吸症の勉強は明日やらない、おー、ね、アミノ酸、脂肪、炭水化物、0.8、0.7、1.0、ね、これで覚えちゃいましょう。そして、こちら、Q1、ね、Q1、こんな風に、式示されて、で、呼吸症を求めなさいと言われたら、これ超ラッキー問題ですよね。難しそうに見えるけど、ラッキー問題。ね、これ、パルミチン酸だけど、別にパルミチン酸が脂肪酸の一種って知らなくても、だって呼吸症って、吸った O2 と吐いた CO2 が分かればいいんだから、23O2 吸ってるな、16CO2 出てるな、23分の16で、ね、だいたい 0.7、ね、これでもう済んじゃうわけです。これが Q1。Q2 見てみよう、ね、2つ同じような装置を用意して、で、インクを設置しとく、ね、インクを設置しとく。このインクが左に動いたってことは、気体が、ね、心の中の気体が減ったってことだ、ね、インクがどんだけ動いたかなっていうのを測定する。そうすると上は157ミリ動いた、下は45ミリ動いた。上の装置には水酸化カリウム、もしくは、ね、水酸化ナトリウムを入れておく。これは CO2 を吸収する働きのある溶液です。これね、どんな働きですか問われるからね、 CO2 を吸収する働き。そして、え、あの呼吸をさせるのは発芽仕掛けの種子、ね、発芽仕掛けの種子なんでね、ね、葉っぱを展開した、ね、植物、ね、入れないんだっていう言うかもしれないけど、ね、あの光合成なんかされちゃったら、ね、あの葉っぱ出されて光合成されちゃったら、これまた計算面倒くさくなるんで、基本的にこういう呼吸症の実験で使うのはまだ、ね、葉っぱとか出してない、ね、種子を使うことが多いです。でだけどこの種子、いくら呼吸してるよって言ったって、グルコースを絶対呼吸に使ってるとは限らないわけだね。アミノ酸、つまりタンパク質を呼吸に使ってるかも、ね、脂肪を使ってるかも、ね、もしくはね、あの炭水化物を使ってるかも、ね、それがどんな呼吸器質使ってるか分かんないから、この2つの装置を利用して大体の呼吸症を求めて、ね、どんな器質を使ってるのか求めましょうっていうんだね。じゃあ上の装置見てみよう。上の装置、水酸化カリウム溶液を置いときます。で、発芽仕掛けの種子をセット。で、インクはどんだけ動いたかなっていうと、インクはスーッと左に157ミリ動いた、ね。そうすると、この157って数字は、この種子が吸った O2 の量を表してるよね。まあ本当はね、あの、この管のね、断面積に157かけなきゃいけないんだけど、ね、上と下で同じ管使ってるんだったら、そんなね、あの管の断面積なんか気にしなくていいです。ね、157って数字は、この157って数字は、吸った、ね、この種子が吸った O2 の量を表しているって、捉えちゃって OK。え、O2 吸うだけじゃなくて CO2 出してんじゃないのって思うかもしれないけど、出した CO2 は全部水酸化カリウムに吸収されてしまいます。だからこの157、スーッと157ミリインクが動いたってことは、その分この種子が O2 をスーッとね、吸ったってことだね。なんでもう呼吸症を求める式の半分が求まりました。157、吸った O2 は157で、あとは吐いた CO2 だけ求めないんだね。下の装置見てみよう。下の装置には、これは今度は水酸化カリウムじゃなくて、ただの蒸留水をビーカーに入れて置いときます。で、実験したら45ミリだけ動いた、45ミリだけインクが動いた。この45っていうのは、こちら、さっき見たように157O2 吸って、で、どんだけ CO2 出したか分かんなくて、いい？この157吸ってどんだけ CO2 出したか分かんなくて、で、この差分が45ミリなんだね。45ミリを、この45ミリっていうのは、O2 を吸った量と CO2 を吐いた量の、この差分だね。O2 を157スーって吸って、だけど CO2 っていう気体を少し出しちゃった。結果、45分だけ気体が吸われた。だったら、このね、赤い矢印が157。逆方向の青い矢印がクエスチョン。で、その差分が45だって言うんだから、この青い矢印の長さは157から
青い矢印の長さは150な、赤い矢印の長さからこのね差の値45を引いた値がこの青い矢印の長さだね。でそれは CO2 を出した量なわけだね。こんなふうに157-45が出した CO2 の量ね、吐いた CO2 の量ですね。でまあ大体呼吸症が 0.7 ぐらいってわかるわけですね。これね今回具体的なねあの数値をねここに書いたけど、テストではこれねもしかしたら A とか D とか文字になるかもしれないから、これねもし具体的な数値が与えられても、もしこの数値が変わっちゃっても、もしこの数値じゃなくてねあの文字になっちゃっても、このね式ね解けるようにちょっとねしっかり理解しておきましょう。でこんな風にね呼吸症を勉強してねしたけど、我々人体ではねあのこの呼吸症って結構有効で、まあタンパク質をどんだけ使ったかは、あの俺たちがどんだけ窒素を含むものを排泄したか、窒素排泄量で大体タンパク質をどんだけ使ったかって求めるんだけど、でもね俺たちも普通に呼吸症を求めて、どんだけね脂肪とか炭水化物どんだけあの呼吸に使ったかなって求めることができますね。こんな風にね呼吸症結構ねあと生理学領域にもちょっと関係のある、大切な量なんでね、2つのパターンの問題マスターしておきましょう。